ちょっとずらしますし、お前は。はいはい。ここが3本なんで、これで。どっちが使うんだ。もっとこれを、こっちで頼むの逃げながらでしょ、逆に。逆にする。あ、面白い。ここですか。はい、手前って言ってから。先入れたら先、先って入れてからさ。そうそう。これで半回転して、この針金を引っ張り上げて。あの針金かく全部終わったみたいなんで、絶対的にもう直すところはほとんどない。目をこう揃えてきますんで、かなり水が飛んなくなってるんで、はい、ちょっと植え替えてみましょう。わかりました。そこまでですね。流れがもうどっちつかずって言ってたじゃないですか。どっちにします？どっちにもいけそうな、ちょっとね、これの持ってき方だね、この後の。こっちを持って、こっちを持ってから。で、ここ見ると、これをもっとこう下げてくる。そして左流れ。左流れですか？こう下げてくるんだったらね。うん。先生、前回右にするって言ってましたよ。こっち頼むのに右流れでしょうか、逆に。あ、逆にする。うん。面白い。うん。右に行ってもいいだけだね。どっちがいいですか？それにしようか。右ながらで作りましょうか、ね。本当ですか？最初の構想通り。はい。ちょっと目を整理します。はい。こうまず前回言った通り、こう下を揃える。はい。で目を揃える。揃えるってことですね。向きを揃える。でこの枝の順番っていうのは先端が一番下にいますから。はい。これが一番上こう来て、うん、これがこう下がってくる。なるほど。ちょっと難しいな、これ。うん、ここにね、うん、上向かってレーダーなんでしょ、これ。これ上から出るんだよ、うん。普通これ取っちゃうんですよ、これ。これなぜ残してもらって、ここの厚ちょっと音が。外から、外で見る方がかっこいいな。こう。今は全体を右流れに。うん、右流れ。ちょっと無理に持ってくるようになっちゃう。あんまり強くやらないですからね。枯れたらおしまいだから。そうですよね。鍋鶴って言うんですよ、こういう。こういう角があって、ここカーブが。上か。はい。うん、こういう、ここういう形で、はいはい、こう。こういうのがあっちゃダメですからね。こう消していくよ、これ。消していく。上下の模様をつけてやる。ああ、なるほど。ここに。ここもただスーッと上がってるだけですから、うん、これもちょっとこう上下の模様をつけて。へえ。まだみんなここ、そうですね、ほら、上下の模様をつけてあります。すいません。すいません。引き戻せなかった。どっか枝がこう多すぎんかわかんない。これになっちゃうな。ここもなんかほら、そう3本なんですよ。3本だってから針金がおかしく入ってる、うん、どうしよっかな。これ真ん中抜いちゃってるの、これ真ん中でよかったですか、うん、基本的にはこれ真ん中の基地で真ん中抜いちゃう。これが長すぎるんだ、これ。これそしてこれもっとこう近づけてくればいいわけだ、うんうんうん、これがいらないで切っちゃいます。ただちょっと今の時点では切っちゃったら不安感あるんで。ここがね、ガッて伸びてくれば。こうメリハリがないんだよ、うん。一応ね、頭で流れはできてるって言ってきたと、うん。ここがなくなると、後ろのこれで来てくるの。残しといたやつが。これ取っちゃう。なくなって、でこれがこう入ってくる。でこれが今邪魔してるような状態。第1作目だから、あまりね、抜いちゃうとね、うん、枯れるところも出てくるから、うん。だいぶ流れ右になってきた。うん、ちょっとこれがいらないな、うん、ねえ、うん、いらない。これいらないっすよね。だこれちょっとね、こう広げとこう、これ。不安がある。切るのはちょっと危ない。また考えが変わって逆向きにするかもわかんない。そうですね。ここがこの子の完成じゃないですからね。うん、左に流れになったらこれめっちゃ重要ですね。これ必要だからね。絶対必要だね。もうぐらいにしとこう。そうしましょう。一回でこうやっちゃうのは無理があるからね。そうですね。いいでしょ、これで。この後ろの方とかはこのぐらい？後ろはね、もうちょっと伸びるか。
まあ、こういう前向かってる枝っていうのは気になるね、やっぱりね。そうですね。これね、そうなんだけど。やりたくなっちゃう。うん、やっぱりそうだな、これ見せたいよね、これね。うん。これいいよ、これ。上から見ると、うん、こっちがキュッて縮まってるのに、そう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 、うん、そう。気になりますよね、これ。これがこうくりゃ。うん。これこう持ってきたな。うん、ね。これうまくくるか。引っ張るか。ちょっと引っ張っとこうか、これ。引っ張っときます、うん、誰と同級生だ。俺ちっちゃい頃。うん、ちょっとこれがもっとこう入ってくる。そうですね。写真あります。おお。ちょっとこう起こすか、植え付けでね。起こす、起こすのもいいかも。枝もやっぱちょっと多く感じますね。枝が多いね。一個だけ取るか。はい。これもいらなくなってくるんだろう。どんどんいらなくなってくるね。取っちゃったらうまくないね。切っちゃうか、これは。切っちゃうすか。これ。切っちゃって。切っちゃって。そうだ、これですよね、うん、やっぱり長いな。これがいらないんだ。切っちゃうし、どんどん。そうです。ちょっと切りがないから、これ手繰り込んでじゃん。ここの空間はよくできたよ、うんうん、ここはね。ちょっとここでうるさいのは。では植え替え、はい、じゃこれ替えます。これのこの鉢でまた入れるんですよね、うん、この鉢でいいでしょう、同じ鉢で、はい、こっち正面、鉢の正面にします、はい、これに合わせて木をこのぐらいにするんですよね。起こすか、うん、あー、これ取れねえだ、これそう結構パンパン、すげえな、これどうなんだろう。すげえだから。ここまでで回ってないですよね。あんまり根っこの状態良くないな、これね。さあ、こっちは上に入れちゃうか。ここか。あ、これは足が欠けてる、これ。いいやね。いいっすよ。いいっすよ。この次は、ね、違う鉢入れれば。よし、これでいいや。大丈夫だ。大丈夫。根っこ腐ってたらドブの匂いするからね、はい、根っこが全然伸びてないよな、これね。うん、あ、二人見学させるから。見学ちょっとテクノフォレって言って教団に、うん、園芸専門学校があるんですよ。ここで専攻科目で盆栽を選択科目あるんですよ。そういうことなんですね。その去年教えた生徒さん、よろしくお願いします、うん、お願いします。よろしく。学校では何したんですか。針金掛け、針金掛け講義。針金掛け、あの植え替えはできないんで、冬だから。冬はそうですね、針金掛けぐらいしかないのか。これがこういう風になったら、ちょっと家族と変えるだけで違っちゃうんだ。ちょっと短かったな。二人は盆栽はやってない。盆栽はあの将来やろうと思って、あの五葉松と黒松の未生の種を植えて、はいはいはい、今年かい出た。へえ、あ、種から。はい、すごい。将来の趣味にしたいなと思って。あ、いいですね。この学校の残った、うん、ちょっとちょっとしたなんか盆栽が置いてあるところがあって、はいはい、そこのもう本当にどうしようもないようなのを植え替えたりとかが楽しくて。あ、盆栽枯れてない？枯れてます。枯れてます。枯れてます。有望ですね。今から盆栽興味あるっていうのは。いいっすね。こんなことかな。うん、根がよく見えるようになった。これ植え替えってなんか学校でやってたことある？こういうなんか植木鉢の植え替えとかは、盆栽の植え替えはやったことない。
こうやって止めるのって盆栽以外ないんですかね。あ、ない。ない。抜きとかではないです。ないっすよ。これでね、足でこう包んでいく土。ちょっと やってみるわ。せっかく来たら土をね、こう中にこうやって入れてくる。1本、2本使うんですよね。工程でやって。土を押さえて、はい、こぼれちゃってね。長いし、一回ザーッと下まで、この端、そこまで。これまた土減ったら、またこの上から立つ。そう、中に入っていくから。これであの根っこの間に土入れとかないと。空間があるとね、根っこ腐っちゃうから。こんなにやっても大丈夫なものなんですか、うん、こうやってさ、一回こう下まで押し込むんだよ、そこまで。ちょっと揺すると、根っこの間空間できるから、それは箸抜いて。そうそうそう。で、抜きながらこう突き込んで。下の植え替えのスパンみたいなのって言うと、どのぐらいでやればいいんですかね。期間はね、これ水が飛んなくなったら、水が飛んなくなったら、ね、出して根っこ。そう、何年じゃなくて、水やってスーッと引いていけば、それはいい状態。水が溜まっちゃう状態だと、溜まるよね。そしたらもう一回出して、根っこをほぐしてですか。そう。植え替えも時期ありますからね。時期あるから、ね、冬はダメだから。ちょっと出てないじゃん。閉めるね。いいですね、二人の真剣な。取れ高あるよ。昨日中学生来て、今日専門学生。これは盆栽の未来が明るいなってから。やっぱ若い人少ないですもん。若い人少ないですね。芸学校ですら興味持ってる人が少ないんだけどさ。でもかっこいいのは分かりますよね、盆栽ってね。ただ自分でやるってなるとちょっとハードル高そうな。枯れちゃわないかがやっぱ一番心配なんです。枯れますよ。しょっちゅう枯らしちゃいますよ。絶対ね、これ刺してみてね。グッて硬くなってね、入ってないところでスーッて下まで入っちゃうから。ちょっとずれたな。ちょっとずれたな。こと考えれば、ど真ん中に来てるよね。まあ。大丈夫です。我慢どころだね。だいぶ変わりましたね、これもね。ちょっとこう角度によって随分変わっちゃうね。角度ね、こうして良くなった気がする。水やります。こうやって、一回。細かいですよね。ここね、ああ、本当。大丈夫。完成ですか。完成だこれ。完成だ。あとちょっと枝乱れちゃったんで、ちょっと直して。ちょっとまだ枝が多いんですよ。そうですね。棚が完全にできてなくて、あの見せ場がないの。全体的にこういう一塊になっちゃってるから、方向性もそんなに出てない。今聞いたら左流れに見えるって。ああ。これそれですよね。切りたい気持ちもあるけど。そう、これからもっと培養していって、自分で流れをきちっと決めて、棚をきちっとつけていけば、木が古いんだから、もういい木になると思います。そうですね。もう完全に右流れにしちゃうか、もしくは左に戻す時が来るなら、あの枝が生きてくると。ちょっとこの状態見て、枝が枯れるところも出てくるかわかんないんで、多めに残したり。じゃあ切る時は、もうちょっと先ですね。まだまだちょっと、まだまだ途中の段階ですけども。細かくよく針金かけたと思いますよ。ありがとうございます。じゃあそんなところで終わりです。はい、はい、ありがとうございました。どうした？いやー、なんか植え替えを初めて見たんで、盆栽の針金かけて固定してっていうところから初めて見れたんで、来てよかったなと思います。あ、来てよかった、よかった。に突然ね、出ることなんて申し訳ないですけど。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。お二人は、まあ、いきなり来たんでね、いきなりこう出てもらったけど、YouTube どんどん広げてください。ありがとうございます。僕が感謝しなきゃいけない。ありがとうございます。